カムナ様、訓練を受けた武士の6割が負傷し、式神の消耗も予想をはるかに超えています。それに外界の情勢が安定してきた今、我々が究極の武芸を追求する必要はあるのでしょうか。どうして恐れる。小生はとっくに分かっていた。春之助、はっきり言うが、彼女はもう戻ってこない。小生はただ彼女の後代を助け、この領土を守りたいだけだ。滅すべき対象がなくなり、守るべき人も平和を得た今、我々の使命は終わったと言えよう。小生は時が許すなら一生ここで守護し続けられるとずっと信じていた。このような言い方は小生自身を危うく騙してしまうところだった。お主は決して小生のようになるなよ。安心してくれ春之助、僕は分かっている。君が稲妻のためにしてきたことは他人が意味を与えていいものじゃない。そして僕の存在もそれと同じ。当初お主に冷静を注ぎ込み、人の感情を理解できるようにさせたが、やはり正解だった。結局小生を啓発してくれたのはお主だったな。明日に光眼あってセロに誇れども、夕べに白骨となって光源に朽ちぬ。いい言葉だ。これでもう小生に心残りはない。我が友式大将よ、自らの使命をよく果たしてくれた。もう待つ必要もない。小生は新たな意味を求めて再び出発する時だ。これでさよならだ春之助。どうか安寧であれ。全てを思い出した。春之助に見放されたわけじゃない。僕は彼を説得し、彼と一緒にこの心の迷宮を出たんだ。